今のお母さんのね、普段の様子なんですけど、数年前まで安倍首相の秘書をしてました。新聞をものすごいマーカー引いたりとか切り抜いて丸めて、まあこれが丸めるのが何の意味があるのかちょっと正直わかんないんですけど、多分念を送って内容を伝えてるんだと思うんですけど、そんなことをしていて、それに集中してる時はちょっと声をかけても正直後でみたいな感じになったりするので、私よりすごい忙しそうにしてる時期があって面白かったです。で、菅政権にはついていかなかったので、今は安倍首相の秘書は降りてます。今ね、絶賛やってるのは英語のね、先生になった設定なんですよね。で、この写真にあるみたいに、なんか英語だと思われるやつも、なんかこれは日本語英語なのよっていう謎のイチャモンをつけて、自分なりの英語解釈で不思議な言葉を書いています。あと、部屋のね、各ドアには張り紙がいっぱいしてあります。この入るなっていうね、張り紙してあるんですけど、この入るなは私たちに対してじゃなくて、誰かがね、来ちゃうっていう恐怖感の幻聴で、入るな、取るなっていうのをねしていて、なのでこう、私がまあ泊まりに行ったりして荷物こう置いてると、私の荷物の上にもいっぱい取るな取るな取るなっていうね、張り紙をしてくれて、私の荷物を守ってくれます。そしてエピソードの一番最後、誘拐事件っていうのを書いたんですけど、たまにね、私が誘拐されたっていう設定でお父さんから SOS がかかってきます。お母さんが警察に電話をしようとしてるから、ちょっと声を聞かせて安心してさせてやってほしい。で、正直これ仕事中にかかってくるとイラッとします。で、イラッとしたまま電話をしたことがあって、なんなんって言って、ちょっといつもより声低めになんなんって言って電話をかけたら、まあお母さん的には誘拐されてる設定なので、いつもの私の声じゃないって言って、余計にこう火に油を注いで、なんか裏付けちゃったみたいななったことがあったので、必ず気持ちを落ち着かして10秒ぐらい数えてから、優しい声で電話かけれる時に電話をかけてます。そしてサポートの今の現状ですね。父母ともに訪問看護とヘルパーを利用していて、週に1回程度私は実家の訪問をしてます。で、現状に関しては家の中で住むことはもう許容範囲だなっていう共通認識で対応してます。で、状態変化、父も母もですね、お父さんお母さんそれぞれ疾患があるので、変化があればもうその都度必要であれば仕事終わりに行ったりっていう感じで、なんか仕事終わっても訪問看護してるようなそんな感覚なんですけど、そういう対応をしています。で、誰かが入院すれば入院通院とかね、カンファレンスの対応とか、そういうのを常時してるっていう感じです。子どもの頃の私の思いとしては、もう家のことをね、誰にも悟られてはいけないと思っていましたし、かわいそうな子だと思われたくないので、いつもニコニコしてました。何でもないようにこう悟られないようにっていうのをしてたので、逆に周りの子から、かんちゃんって悩みなさそうだよねとかよく言われてたんですけど、それ言われた時は正直、あなた方に話す悩みはないんですぐらいのちょっとね、冷めた感じで心の中では思ってました。で、正直その周りのね、友達、特に小学生の頃とかはね、わからないだろうなっていう感覚でいました。あとは周りの子が話しているお母さんの話題で勝手に傷つく、本当に勝手になんですけど、お弁当も自分で作っていたりとかしてたので、お母さんが作ってくれたお弁当を勝手に見てこう羨ましがるとかね、そういう感覚だったなと思ったんですけど、でもこれは本当にいろんな立場の家族の人がいるので、私だけが辛かったっていうふうには思ってないです。ただこの時になんか不思議と、そのハッピーマインドだったんですけど、この家のことを乗り越えたら私最強になれるじゃんねみたいな変なワクワク感は持っていて、ちょっとそれがね、ラッキーだったのかなって思ってます。最後に、私がヤングケアラーっていうことをね、伝える理由なんですけど、まだ誰にも家を離せてない人に、一人じゃないんだなとか、大丈夫、なんとかなる
っていう気持ちをね届けたいなっていうことだったり、まあ、ヤングケアラーとかケアラーっていうね概念を知らない人たちにも届けたいと思ってます。ヤングなケアラーにはね今からはなれない大人もたくさんいるんですけど、ケアラーには皆さんこれから配偶者だったり親の介護だったりっていうところで誰しもなり得るので、それを自分ごととして捉えていっていただけたらなと思います。今はねなので私が皆さんに種まきをする時期だと思っていて、全然聞いたことない言葉だとねスルーしちゃうんですけど、聞いたことある言葉が今度こうテレビで流れてくるとか新聞で取り上げられてるってなると不思議とね気づくんですよね。なので今はね皆さんにこうやって種まきをねさせてもらってる時期で、まあ実際私が友達に話して、で友達がこんな記事が載ってたよなんて連絡をいただいたりとかしているので、そうやって知っていってもらうということが今私ができることかなと思ってます。私は個人的にやっぱり自然に話せる安全基地を作りたいと思ってます。自分がその話せるようになったことですごく楽になったっていう経験があるので、まあ、直接の社会資源につなげていけるかどうかっていうよりは、まず話せる安全基地があるっていうことと、介護って暗い話ばっかりじゃないので、そういう面白い側面もね一緒に話していきたいなと思ってます。うつっていう言葉って私が中学校の頃すごいセンセーショナルな言葉だったんですけど、今普通にねよく聞く言葉になってきてると思うので、ヤングケアラーっていう言葉もそれぐらい引き上げていきたいなと思ってます。で、私自身がすごく楽しみながら、しんどいなっていうよりは、まあ、学びだったり楽しいなって思うこともたくさんあるので、ラフィングケアラー、笑ってるケアラーとして活動していきたいと思っています。ありがとうございました。